2つも発見動画チャンネルの吉田総です。今日は令和2年12月の31日大晦日の日です。いつもはこの車、多くの車が行き交い、人が行き交う町田駅ですが、今日は非常の人の通りが非常に少なくなっております。このカラスが何かを狙ってますが、ほとんどの人たちの今日は人の通りが非常に少ないというのが特徴でありまして、このこれからの市民の様子が穏やかな日となることを願うわけですが、現実はこの新型コロナの発生が東京止まらず、また日本全体にも広がっておりまして、これから先のことも懸念されるわけであります。令和3年2021年が少しでも平和平穏な年になりますよう願いを込めながら、町田駅頭から終わりを申し上げます。吉田発見動画チャンネルの吉田勤でした。